ところニアサイド入ってきた、まだボール入ってくる、近いしシュート決まった、岩田が先制。前半39分40分を迎えようというところ、最後決めたのは川辺。いや中村俊輔川辺この関係ですよね。中村俊輔が右サイドコーナーキックからの流れでキープをして川辺でした。やはりこのゴール前でしっかりとこの川辺が勝負できているというところでしょうか。そうですね、ここでこの切り返し、堀米の最初はこうついていきましたけど、このまた2度目の切り返し、そしてここ、最後はシュート性の速いボールを送って、原のかかとに当たりましたかね。最後はゴール前。